大塚ジャスラットです。皆さん、ぶっ壊れはロイジャイロケ法、いいえ違います。こちら金髪バーバリアンが今ねめちゃんこ強いです。はい、来てます。いや、もう明らかにロケ子やロイジャイだと意見が多いし、俺も言ってきた。そう、過去の俺は言ってたんですけど、もう違います。はい、違うことはないかもしれないんですけど、あのババカ強いっす。そのみんなね気づいてないというか、なんか直接的なダメージはねロイがすごい入ったりとか、なんかロケコの火花パチパチっつってその2体になると思うんですけど、明らかにこの手札きつい。そのババがね影で暴れてんすよね。そう、一番悪さしてんのはねこいつでさえ、ロイも止まるしゴルも止まる、エリジアムも別に陸系何でも止まるんですよ。しかもこうなんかねスケラー打ったらスケラーが入るかと思いきや、あーいやだねそれ、めちゃめちゃババが入りますさえ。だからもうババセパしてスケドラセパして、もうなんか気づいたら相手の頭をババ殴っとるやんになるデッキです。こちらはやっていきます。まあスケラフリーズね、まあちょっとね、あーまたラットが変なこと言ってるよと、絶対にロイちゃんの方が強いよと思ってると思うんですけど、そう思ってる皆さん今日で変わります。この煽ってくるやつしばきたいな。これスケドラめっちゃきついんじゃね、これ遅れてソウルコールしたいな。いや、ウッド温存してる、えらいね。いや、はみ出るね、いいね。スケキンが刺さります。ちょっと26はお前ババがなんか弱いみたいになるやん、ふざけんなって。マジで強いんだからこれ、あの限界突破ババが強いんですよ。デフォのババはまあ知れてるっす。まああのバカにしていい、限界突破ババマジで強いから、今からねセパパーティーでセパセパで、いやーあれフリーズのマブかぶっちゃけ、なんかマスクだるくね。よいしょ、めちゃめちゃいいファイブ来そうですよね。え、なんかファイブのエム悪くない？そう、相手のファイブのエム悪い。いやーでもいいマスク来るやんこれ。いや、なんか来た、やばいやばい、キモい、ちょっと待って、あ、スピード頑張って、なんか、え、これ届いたら俺やばいよね、フリーズかけたら。まあまあまあ、はいはい、これです。このババがね相手のタワー落とします。マジっす、これやばいよほんまに。スケル打ちて、いやこのババマジで強いかんな。これババで笑うやつはねババで泣くんですよ。げ、はいはい、ババが大砲壊す、一発二発、おい、ちょマジで強いんだって本当に。俺嘘ついてない、ついてことないっていう、なんか嘘をついてか教習所のなんかさ精神年齢チェックみたいなんで、マジでなんか13歳ぐらいの審査されたことある。おい、ふざけんなちょっと待てよ、これ絶対送るぞ、俺には分かる。で、ここのダメージを抑えることが勝つコツです。うわっ、連発、こいつマジで勝ったと思ってんのかな。1分20あるじゃん、これなんですよ。はい、全然まだ、だって試合中ですよ、そんな泣いて大丈夫。あー、これも相手さんやってます。はい、もう右かスケラーどっち行こうみたいな、はい、じゃあこっちっつってね。で、フォグにはアイスイーズ出すよ、パッキンして、これバーバリア、これよ、これ、このババがこのババ何しとんだよおい。これはババの圧があったから、その相手もねスケラの受けがちょっと微妙になってたんですよ。マジで強いんですよ本当に。ちょっとな、伝わるかな、これ伝わってほしいんですけど、そのまあロイジェイも強いんですよ、ロケコも強いんですけど、もうそこに並ぶというか同じゾーン、その海外のルーカスっていう猛者も
ツイッターで言ってたんですけど、みんなロイジャイが強すぎる、ロケコが強すぎる、ナーフしてとか言ってるけど、どう考えてもバーバリアンが壊れているんだよつって、今すぐバーバリアンをナーフした方がいいつってたんですよ。あーこいつ何言ってんだと思ってたんですけど、本当にそうなんです。はい、ババ強いよこれ。もうセパして次の限界突破に備える。マジなんかフリーズとの相性がいいのかもね。そう、あーこれ、え、これ相手もある、相手これ、あーディガポイか、なんだ相手も、あのなんか同じようなデッキの可能性あるなと思ってたんですけど、まあ多分ディガっぽいっすね。まあこれはスケラ打ってなんか降ってきたな。まあポイズンか、あーポイボーやるからこの位置よくなかったな。内側にたけばよかった。でまあこの矢の雨も多分いらないんですよね。まあまあまあ、まあ、ゆっくり行こうやゆっくり行こうや。これはねあえて受けての限界突破で、なんだこれ止まるんっていう。まあマイティーバカがちょっとずるいかな。え、これマジでさ、フリーズしたらさ、え、いやこれマジで終わるよ本当に。これ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 マジで、ほら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 、バーバリアバカにした、バカにした人、はーい、あ待って、はい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 、お、え、もしかしてもしかして折っちゃうんです、ババフリーズで。え、普通にやばくない。しかもアドリアンピエドラはあのじゃんけんグーしか出さないけど元プロです、はい元プロです、はい。いや勝ったよ。しかも相手あの、まあ、ディガポイなんで言ったらなかなかねスケラが刺さらないみたいな相手ではある。いややばいよね、インフェこんにちはいやマジ強くない、嘘言ってないでしょねえ、わかる、このわかるよね。だってこれでわからなかったらもうわかんないもんねいやマジでマジ強いのよ。ババセパがいい、そのやっぱ固めちゃうとその敗北でしばかれちゃうんですよね。だからこうセパすることによってどっちかはいけるんですよね。これがねちょっとまあせこい、いい意味で、いい意味でせこいかつ強いんだよ。でもセパすることによって守れるし攻めれるしみたいな、ほどほどにね。まあここはまあ見送ってあげるか、一回ね、ネンクス最強いるんで、まあ、正直このスケキンの方が何でもいい。はい、アイスイズね、ポイズンとか打ってきた時にはもう銀河突破バブリー始まりて、うん、フリーズしてパキーン。はい、これ強えぞ。てかもうババスケラはねおとりです。あーめちゃくちゃ綺麗に防衛される。まあでもあの勝ったんで、はい、はい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 、いややばくないババでタワー折れます。こんな時代が来るとはね思いませんでしたよね。エリババだったらわかるんですけどね、ババで倒れます、ババフリーズです、はい。いや気持ちいいな、なんか殴るためにレイジ状態になるんで、なんかまあフリーズと相性がいいのかな、さっき言ったな俺、はい。よし、トリマまた守ろう。ロケコにはヤナムテルいいしね。おー、ナイトだいぶ、あー受けきついよね俺、きついよね。まあまあ無理せず行こう、ゆっくり行こう。一発、いやめっちゃいいそれ。あ、これマジアチオールブレイカーだ、手前にやろう。あーそれうまいね。いや待って、いやめっちゃでも、え、ウッドサイター、トレネカ、トレネカないんだ。うわー、なんかナイトの鍵優秀すぎ、そんな止まっちゃう。あーなんかマジ高回転だね、延命されたら渋いなこれ。いやでかっ、さあ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 、これもまたババが活躍しそうじゃない。まあだいぶ陸域豊富だな相手でも。ババセパでまあ気づいたら、うん、スケールじゃなくてババが入ってんじゃんっていう。まあ一旦ババセパしとくか、なんか死毒じゃね、なんかまあ、アーチャーとかされると嫌ですけどね。インフェーでかっ、え、やばすぎ、いや入んのやばすぎ。おお、いやめっちゃ高回転の迫撃っすね。
いやーバーバが気づいたらいない気づいたらいない。でもそれがバーバリアンみたいなのがある。うわー公開って迫撃か、迫撃抜けねえんでね、ちょっと嫌なんですよね私。まあ一応ね、おーめっちゃ持ってくんね。まあここで一回ゆっくり行くんですよね、大事これです。ライトニングだった。でこっち行っちゃう、どう、これちょっとオシャンティーな、あーそれ、あーマジ、あーそれダメ、ちょ待って、あのババに対してのライトニング良くないわ。なんかでも今回の相手ディガー系はなさそうだ。あー剥がしてくると思ったんですけど、綺麗に剥がされたな。うわいや、あるよ。でもスケザラきつい、またライトか。いやでもこれマジでババで勝つよ。いやめっちゃいい、マジババで勝つね。クラロワって変わったっしょ。やりこぶされた。えこのスケドラめっちゃいい。えしかもミリのクリーンフェスケドラ熱い。えパッキンスケラいない、スケドラ、あーなんか痛い。いやマジである、マジである。来たババ、えマジでババで勝つかんな、見とけ。はい、嘘じゃねえか。いやもうほらババ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 、はい来た、嘘じゃないです、ババで勝ちまーすいやよかったなちょっといやマジでそのちょっといいのよ、あのロケコとかロイみたいに俺様がやっちゃうぜ感がないんですよね。けどなんか陰で支えてんのよね。もうこういうのが一番素敵ですから。そうなんか目立ってはないんですけど、お前のおかげで頑張ってるみたいなね、あの勝ってるロイジャイデッキに入ってるトリトン的なね、もうロイが強いように見えて、もうトリトンがあのめっちゃ頑張ってますから実はあれ。いやマジでやばいババ。なんかセパがいいんだよ、いいのよ、気持ちいいのよね。まあちょっとね、まあババデッキって入ってくるのがやっぱ限られるんで、まあ、気持ち重いとかなんか手札回ししにくいとかあるんですけど、まあなんかじゃんじゃんセパで出しちゃえばねいいみたいな。あーこれもうババロイドグですね。はい、もう相手もババです、染まってますババに。いやマジでもやっぱ過小評価されてる。うん、まあ問題は今回の相手はまあファイボがあるのと、相手もババなんで、ババ同士で打ち消し合いながらのどうなっていくかか。ホバ咲いたらねちょっと攻めたいけどね。これこのアイスイズ、ああ素晴らしい、それ素晴らしいね、それここに出しちゃおう。ファイボ地点じゃね、ああめちゃくちゃいいロイフグ。いやでもスケキンいる。えこれさ、まあ、ババとか関係なしになんか普通にソウルコール、ヤファイボかな、結構きつそう。あーめちゃくちゃいいそれ、あーいやーめちゃくちゃいい受けするな、いやめちゃくちゃいい受けすんな。端前止めてきたのは偉いね今の。まあでも次最強ババいるんで、まあ来ても耐えれると。でも相手もババいる、よしよし。まあここでババセパをするかどうかなんですけど、ホバがねちょっとめんどいのよ。一回エギズから入るか、ホバを抑えてほしい。あー抑えてくれた、でかいね。
さあケッツ、いやマジで、まあ、相手もね同じなんですよね。いやほぼやっつけれる。同じだとでも意味がない。ちょっと待って、あの意味がないと言っちゃってる。ちょっと暇でね。いや相手のババッツねんだよね。よしよし、さあゆっくり、ちょっとうざいくね。あ待って、やばい、うわキング起動した。うわマジでヘナチョコ野郎いる。あこれもうブッドゲームです、ごめんなさい。やらめ強すぎ、うわーマジでヘナチョコした、ヘナチョコしたけど、あの今から勝てる保険もあります。バーバリアン保険、金髪の保険に入って、いやーなんか同じなんですよね、することがなんか同じってちょっと嫌ですよね。うわすっごい来るね。まあでもバーバリアンの保険が、マジで強い。え相手のババ、やばい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 、ババに負ける俺、やばいやばい、うっ、うん、ババー。あでもえ待って、ダメージ見て、ダメージちょっとあるやん、マジでちょっとありそうじゃね。めっちゃきつい、普通にめっちゃきついっす。いやマジでもちょっとありそう。あーこれヒースピーうまいね。でマジでちょっとありそう。うわーすげえきた、これやばい、これフリーズして勝ちたい。マジでワンチャンない？このババで。え、マジでさ、ババで。ババ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 、あーマジで、おーでも負けたのババなんで、別にババーなんか地味に嫌なんですよねいやもう負け方も地味やんっていう、なんかじわじわいけれるというか、まあこのなんだろうね、ロケ法環境だからこそのババヤナアメが刺さってるっていうのもあるかもね。ババヤナアメ5、ババヤナアメフリーズ、まあ別にマスケとかでもフリーズしちゃえばいいからね。いやちょっとババなんだよな。なんかそう考えると結構いなくいるくね。いやーやばめー。ラバドロがスケダラ、スケダラがババやんっていう、このババ一角マジやばすぎるだろ。いやマジで、しかもこの手札がやばい、悲しい。まあいいよ、まあちょっと痛いよね右側ね。ちょマジでめっちゃ暇です。まああのババでねマジですごくない、たまたまよこのババ率。こんにちは、マジでたまたまだから、ね、相手スケダラ裂いた、あ裂いたな、裂いたらスケル打っちゃおう。インドラとか意味ないし、はい、まあ、であれはディガーも裂いてるんでアイスイズで美味しくゆっくり回収して、インフェもあるんでバルーン来ても大丈
よいしょ。まあ、これはちょっとラバに相性いいな。どう見ても。ちょっとなんかちょっかい出しちゃう。めちゃめちゃいい穴目されるやん、これ。いや、で、橋前ババが、ラバ来たら熱いね、これ。だってどっちか絶対いるくない？そんなことない。しかもフリーズ使いたい。絶対使っていいだろ。これでババを延命するんですよね。これが2で、インフェで守れる。ザップ使ったもんね。竹そっちじゃないな。いやー、やばいやばい、待って、ババが最強きた。いや、フリーズでこれ耐えれねえから。いや、しかも真ん中に出しておくとインドラも釣れます。釣れなかった。カラメンテ。いや、しかもよ、これキング見て、2400まで。何が削ったと思います？スケラ？違います、バーバリアンですよ。あの、ババ時代だな、ほんまに偶然ね。いや、まあ考えればね、なんか別のババデッキとかも作れそうですけど、まあやっぱこのババが主体じゃないのがね、いいんでしょうね。このスケラがあってのババ、ラバルがいてのババ、このね、自分が点を取るんじゃない、仲間を生かすプレー。あー、マジでチンパンやん。ロゲット氏はチンパン。いや、でもこのババよ、これ見て。あー、なんか髪悪いないや、ここでスキラが欲しいんですよね。あ、さすがに打って、まあ、じゃ早くキング起動したいな、相手のロケコ。あれ、打たなくてもよかったかもね、もったいねえ。で、3回目が危ないんで、今ロケコが2回かな、ネクストでさえネクストバケモンなんで、それを意識してユニット配置しないと、しばかれます。はい、このアイスイズですら怖いよね。うわー、めちゃめちゃ許容してもいいかもね、ホグ来たら。次マイティー咲いたんで、まあ、無理はしない、無理はしない、いや、そう、無理はしないで。うっ、いや、これでいい。全然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 なんだろ、これババフリーズない。あ、お前それ向くなや、それ向いたらダメだわ。いや、マジでもう今のでちょっと追いついた。さあ、まあロケコだけね、限界突破だけ意識していくとマジで戦います。いや、マジ強すぎ、どういうこと、ロケコに怒っちゃってるやん。やべ、まあこれ2周目、次はバケモン来ます、言っとくと。まあ今いい感じにね、わざと相手の手のひらで踊ってます。やったんじゃない、手スケドラが残ります。ソウルコール、スケドラ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 ドリーム。ロケコのエイム悪い。よしよし、いや、めっちゃいい。もう一回やって、スケドラ最強、奥目のゴブリン。あー、めっちゃいいホグだね、それ。ゴブリン
なんでゴブリンコン？うっ、にゃー、なんかシャシャったような身したね、これ。こういうのがクララ負け筋ってやつですからね。まあでもここで最強います。相手も最強来るかな、これ。相手の最強だけ勘弁してほしい。いや、勘弁してほしい。マジでやばい。本当に、本当にごめんなさい。あっち行ってほしい。うわー、マジでどっか行ってほしい、そいつ。いや、めちゃくちゃいい。いやー、すばら防衛。すばら防衛すぎる。よいしょー。大変。いやー、めちゃくちゃいいゴブリン。で、俺は、微妙なダメージで勝っていく。一回守るよ。よしよし。いや、これ守ったら最後はフィニッシュよね。スケール一発。うん。いやー、よく耐えた。まあ、相手がボムの時だけね。ババちょっとお休みで。はい。ちなみにね、ロイがめっちゃ相性いいんですよ。けどもこれまたババじゃない？オートンプ。時代が変わってる。ロイじゃ一回も当たんねえやん。いや、マジでロイホグ、ババロイホグ。そういう環境？まあ、セパって、スケキンで回収できる。いや、これ、美味しい流れですよね。いいよ。両方あるね。まあ、右チャッチ打ってもいいかもね。打って、マスネクとかいないんでね。さあ、ババ使う。うわ、左のスケキン。ソイコールする必要あるかな。まあ、一応しとく。いや、なめ。ババや。相手もババや。オバ来たらスケドラだけど。いや、ババが。うー、待って、ババが。いやー、いた。これ限界突破してたらもう2000とかいっちゃってるんでね。これどうやって勝つんだろうな。なんか相殺しちゃうんで、ババ同士が。それが辛いんですよね。まあファイブを使わせたい。ゆっくりいくか。まあ、セパって、まあ、どっちかに5打たれーのの、その、どっちか生きるプラン。やめろ。よし。いや、まあ、こうなるんですよね。はい。仲良し。さっきも見た光景。からの、ここをどう勝っていくか。まあ、お互いなんかやっぱ攻めてもね、ダメージ取んないよねの繰り返し。また後ろババ。うわぁ、これやばすぎるなぁ、この試合。まあ、耐えてしまえばね。バイブ打ってくるかな。ホバをね、やっぱしばかないといけないな。うわ、マジやばいね、これ。すごくない？やってることが、お互い。さあ、まあ、セパル。さあ、ファイブ来る。うわ、急に来た、相手。いや、右がやばい。この、ぬるっとね。いや、でも、今のダメージ抑えれたのは熱くて。これで、ほぼしばきたい。いや、めっちゃいい、それ。え？さすがにパッキンしとこうぜ。いや、あんま入らねえんだよな、これ。いや、でも、はみ出てる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 。焦って、ワイボー。いや、これ、めっちゃいい流れやん。俺もステパババしとく？一生これ、っすよね。これが、やっぱ嫌だよね。相手も俺もね。セパババがね。
で、まだこれスケラ打って早めにしばく、ここしばけたらいいんで、そら。いや、ババで頑張ってる。なんかたまたまスケトラ入らん？あ、たまたま入ってるわ。ラッキー。さあ、パッキン。うえー。さあ、もうババセパしとけばいいです。5相手にも何相手にもセパです。相手がどういった方もセパです。いやー、ちょっとババで気持ちよくなりたい。ババフリーズで折れたのやばかったな、ミスターフラン。さあ、もうありえないショテロイね。こういうやつらをしばくために生まれてんのが黄色いお友達バーバリアンですよ。インフィもあります、アイスイズもあります。あー、これやば。どう頑張ってもあのロイジャイ通んないっていう。よいしょスケドラ出さずインフィ置いとけばよかった。さあ、ロイね。まあでも限界突破ロイ背後でちょっと怖いんですけど、まあなんとか止まってほしいな。いや、一発だけ。いや、強い。これ打っていいんじゃない。ゴブリンじゃなければ入る。いいね。ババがきついんじゃない。これもしかして普通のババが、普通のババが、いや普通のババ無理。いやー、 LSP ボーイうまい。このスケキンはちょっとトリトンでキング起動されるかもしれないんで、それを加味してスケダー追加までいきます。キングされたらもう終わっちゃうんでね。で、早めにソルゴールでもいいか。ソルゴールいらんか。いや、神相性です。もうロイを狩るために生まれたんですよ、元はね。けど気づけば、あれ、まあちょっと完投デッキやん。最強います。いや、これやばいよ。セパって本当はスケドラセパしてんだけどな。セパセパのみいきます。これ相手絶望で5打ってもなんかアイスイズもいるしみたいな、なんかいっぱいいるしみたいな。これ打つやん。そしたらこれ右が見て5回すんか、本気の。もうきついよね。これ見て、ババが、あ、ババがもう走りたくて仕方ない。いってらっしゃい。1発、2発、3発、4発っていうやつです。いや、目が痛い。いや、しかもこれ絶対突破できないですよ。なんでだろう、インフェを突破しないといけないし、アイスイズも突破しないといけないし、ババも突破しないといけないんで、不可能なんですよ。はい、相手のタワーラッキーセブンや。おめでとう。はい、ババドリームです。いや、これ変わんな時代がというか、もう変わってるんですけど、まあロキコも強いよ、ロイも強いよ、スケは弱いよ、迫撃はぼちぼちいいよ。そのババです